パッションフルーツはビタミンが豊富また130種を超える香り成分が含まれており消費者の健康と思考の両方を満足させてくれ台湾のドリンクスタンドで人気が高まっていますただパッションフルーツは果汁を取り出すのだけが面倒ですテーブルの上はいつも果汁でびちゃびちゃになってしまいます これまでにも業界では上下から圧縮する絞り機を使用しパッションフルーツの実を潰して果汁を取り出す方法を採用したこともありますがこの種の機械は皮の汁も絞り出しやすいためその結果果汁の品質が悪くなるだけでなく食品衛生の安全面からも懸念がありましたこの問題を解決するため農業委員会農業試験所では2年の研究を経て新タイプのパッションフルーツ果汁絞り機を開発しました パッションフルーツの皮の上の方に穴を開け、真空吸引によって果汁を取り出します。果汁に皮の汁が混じって農薬に汚染されることも防げます。もしこの機械をさらに小さくできたら、一般のドリンクスタンドや生鮮食品でも使うことができる。家庭でも面倒がなくなる。パッションフルーツを一袋買って帰り、切って掘り出してととても面倒だ。 将来もし量販店にこの機械があったら簡単に果汁を取り出すことができ消費者も簡単に使うことができる世界初の機械に現在大型果汁製造メーカーの注目度も高く早く機械メーカーに技術移転をして作ってほしいと期待しています彼らはこれはまさに求めていたものだと買いたいとしている そのため、すでに多くの食品果汁メーカーから早くこの機械を世に出して使わせてほしいと言われている統計によりますと台湾のパッションフルーツの栽培面積は800ヘクタールを超え生産量はおよそ2万5000トン生産額は14億台湾元に上ります 農業試験所も世界初の手を汚すことなくパッションフルーツの果汁が取れる魔法のような機械で台湾産パッションフルーツがお茶市場に進出する助けになることができると期待をしています。